俳優の杉浦太陽、37、が8日放送のフジテレビダウンタウンナウ、金曜号 9.55 に出演。2007年に結婚した元モーニング娘。辻希美、30、と過去2回ガチの離婚危機があったことをテレビ以告白した。1回目は結婚3年目。辻がママタレとして再ブレイクし、人気の格差が広がった。杉浦が一緒にいても会話もなかったと振り返ったほど。辻からも猛アプローチの松に交際、結婚しただけに、今度は杉浦が、辻の、気持ちを振り向かせたいと夫婦水入らずの京都旅行に連れて行くなどし、関係を修復した。2回目は結婚5年目。辻の育児ストレスのため、喧嘩が絶えず。大喧嘩の末、杉浦が家出までした。若月千夏、34、がブログはどうしていたんですか、と聞くと、杉浦は隠していたんですよ。離婚危機とか書けないでしょと明かした。これには若月がインチキブロガー、ダウンタウンの松本人志、54、は国民を騙していたなとツッコミを入れた。杉浦はブログにも限界が来るので、会って話がしたいと。辻も、寂しかったとと関係を修復。家出期間が1週間とわかると、松本はのろけ話やと呆れていた。